こんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターシャイニングパールやっていきましょう。今日はまだ行っていないところに向かおうと思います。現在地は黒金シティ、ここと白帯シティの間のサイクリングロードの近く、ここにまだ行ってないところがあるので、今回はそちらに向かおうと思います。ストーリー2も特に気にしてなかったところなんですけど、進んでいきましょう。自転車でこっち、はい。でここサイクリングロードを抜けてきた道なんですけど、こちら居合切りで進めるところがあります。こちらの奥に迷いの洞窟って言われるところがあるので、今回はそちらに向かってみたいと思います。こういう下もね、通れるんですよね。そう、間に何か落ちてるのは知ってたんですけど、着方が分からなかったんですが、ここから来れました。この辺のポケモンも何が出るのか分からないので、ちょっと見ていきたいなと思います。コロトック、もうゲットできてた気がするので、そういう一度ゲットしてるポケモンの時には逃げたいなと思います。お、道具、やけど直し、まだいける。こんにちは、山男さんも見つけました。下でね、いるのは見えていたけどまだ来てなかった方たちです。はい、お守り小判を持たせたチルタリスを出して、お金もねちょっともらいながら向かおうかなと思います。レベル差もあるから一発でいけそうですね。あー、頑丈だった。まずい、体当たり、地震とか効かないポケモンだからまだ良かったんですけど、ちょっとびっくりしちゃいましたね。はい、そしてもう一体、またイワークまたイワーク、これも頑丈かな。なんか頑丈な気がしますよね。あ、違うんだ、こっち違いました、特性違い。はい、山男との勝負に勝ちました。もらえたお金は1560円。お守り小判持っていると2倍もらえる感じなので、1560円以下じゃなくてよかったです。そう、ここなんですよね。改めて初めて来ました、迷いの洞窟。うん、できそうですね。フラッシュ使い方がちょっと分かんないんだけど、とりあえず入れ替えて、あったあった、フラッシュ、これでいいんだ。入れ替えなくてもよかったみたい。これで明るくなりました。では先に進んでみたいと思います。初めて来るところなので、一応スプレーを今使った感じですね。なんか連れ歩きできないんだっけ、洞窟の中。こっち行けない。岩砕で崩しながら行けるところを探そうかなって思ったんですけど、何やら奥が、難しい。お、穴抜けの紐見つけました。入り組んでますね。お、こんなところにいたの。ピクニックに大事なのは可愛らしいお弁当と楽しいポケモン勝負ね。いや、それはいいんだけど、もともと暗かったところによくいましたね。洞窟の中ずっといるのがすごいな、この二人。はい、あー、ゴンベ今夏気度上げてるからちょっと変えたいかな。チルタリスにします。花吹雪ってこっちにも来ちゃうんでしたっけ、忘れてる。全体攻撃
だったような気がします。チルタリスにも当たる、当たるよね、そうだよね、忘れてるなちょっと気をつけましょう、この技。ただそんなに入らないからいいかな。コリンク威嚇です。はい、攻撃が下がります。え、そしたらいいよね、フラッシュかけてツバメ返しで多分倒れるのでこうしとこう。はい、これで終わり。コリンクは倒れた。もらえる経験値を上げるためにチルタリス出したんですけど、いくらもらえるでしょう。2168円、高め。あ、ちょっと話聞けるんだった。友達とはぐれちゃった。僕にはポケモンがいるから全然大丈夫だけど、こんなところでピクニック、深い意味なんてないのよ。あれ、何もない、いけないね。スプレーはちょっとかけていきましょう。多分この辺持ってるポケモンしか出ないはずなので、かけていきたいと思います。まだ行ってないところがどこかちょっとわからないんですけど、とりあえずこっちに進んでみましょう。道が入り組んでて難しい。上？今どこまで歩いてきたんだろう。あ、女の子いる。私見る。ポケモンさん捕まえに来たら迷っちゃって怖かった。お願いです、出口までミルを連れて行ってください。お、ミルちゃんと一緒に行くことになりました。あなたのポケモンいつでも元気にしてあげるね。ありがとう。大丈夫？ミルちゃん、なんか髪型とかすごく可愛い子ですね。これもあれなのかな、イベントですよね、きっと。ミニイベント起こっちゃいました。あ、これ2体とも持ってるから逃げちゃダメかなえ、よし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 。だってミルちゃんのポケモンユンゲラーでしたよ。なんかいいポケモン持ってる。お、違う道来ちゃいました。君は僕が欲しがっているポケモンを持っていそうだね。え、人のポケモン取っちゃダメなんだよ。洞穴洞窟どこにでもいるのはズバッとと遺跡マニアだ。え、どういうこと？遺跡マニアの人とってこと？ポケモンマニアと遺跡マニアなんか面白い組み合わせ来ましたよ。じゃあ行ってみましょう。ゴースはなんか申し訳ないよね、これやるの。これちょっと良くないな良くないですよね。全体攻撃しちゃうのは良くないので、戦闘のポケモン変えようと思います。さすがにね、なんか申し訳ない。リフレクター、しっぺ返し、大丈夫でしょう。めちゃくちゃ道が難しいところに来ちゃったので、ちょっと分かんないんだけど、違う方に行けるのかな。ツバメ返し、強いよかった。まだまだいるんだ、ゴース。そしてドーミラ、もっと早く来ればよかったですね。レベル的には多分あのストーリーの途中で来るのがいいところだったんだと思うんですけど、後回しになってしまいました。気づかなかったです、居合切りで入れるところ。私みたいにまだ来てないなっていう方はね、イベントが行われるところなので、ぜひ来て
てみると、あのいろんな道具落ちてるのでいいんじゃないかなって思います。はい、じゃとりあえずこれで良さそうですね。僕の欲しいポケモンじゃなかった。4896円、いっぱい持ってたね。やった。お、え、待って待って、何かありそうって思ったらありましたよ。ちょっとびっくりしちゃった。あー、いけないのか。ここ回っていくしかないっていう感じなのかな。来た道をとりあえず戻ってみたいと思います。なんか行き止ま、あれここ来てるね。お、今ね A ボタンを押しながら歩いてたんですけど、落ちてますね。こっちどっちから来たんだっけ。行き止まりになってるところにも何かがありそうな予感。こういうところはないですね。ボタンを押しながら歩いてるとたまに見つけられるものがあるんだけど、特にない感じです。これで来てない方を行ってみましょうか。お、ここも来てなかった。ミルちゃんと一緒に回るのが一番いいのかな。なんかイメージ的には良さそうですよね。こっちの方が早そうな気がする。しかも可愛い。ミルちゃん可愛い。あー、戦闘のポケモン変えるの忘れましたね。やっちゃった。まだ行けないな。出口が見つからない。内側が来てなかった。入ってきたところに多分向かえばいいんだと思うんですけど、場所がわからないので、なんとかね回って探しに行こうと思います。ピクニックボーイとピクニックガールってここにいるの多いのかもしれない。他にもいそうですよね。行ったことないところがまだあると思うので、戻りながらまだ行ってないなって思う道を進んでみたいと思います。岩区だけで通れるところにしか来てなかったはずなので、なんとなくですけど覚えてる限り行ってない道には回っていきましょう。なんかそっちの方が道具がいっぱいゲットできる気がします。いいなあ、ゲハントかわいい。欲しいなあ。まだ進化させてないからゲットできてないんですよね。はい、勝てました。これでもらえるのが2168円。結構もらいました。ポケモンの手持ちを変えましょう。よし、不思議な雨。じゃあ来てなかったところなんで多分ここかな。合ってるのかな。ここ来てる私。あ、ここ来てない。迷子の迷子のポケモンちゃん、寂しくても泣かないで。お姉さんが相手してあげるから。ミニスカートさん、ミニスカートと短パン小僧着てなかったみたいですね。フラッシュ持ってたらから見えるけど、これ真っ暗のまま進むのは厳しいな。まあ、とりあえず倒しながらお金ももらっていこうと思います。今道具見えてましたよね。道具が欲しい。
ユゲラはリフレクター、ツツキ、まだいっぱい持ってますね。手持ちのポケモンがあと1匹ずつかな。ズガットと、あれズバットだけってことは終わり、もう一匹いない。あ、同じ子が持ってたんだ、エイパム。最近あの名探偵コたちの映画をまた見たんですけど、エイパム出てきたの思い出しました。もう一回見たいな好きな映画だからいっぱい見たいんですけど、ポケモンのね映画も今年どんなのなのかも楽しみですよね。じゃあこれでこれをもらう。影分身持ってなかったと思います。わざましい30に影分身をゲットできました。これ壊して、ここあれだね、行き止まりした。あれ、ここのおじさんたちのところ来てないんだ。山男に、でも出口がわからない。合ってないのかもしれないですよね、出口。あれ、どうしよう、場所がわからなくなってます。とりあえず倒しましょう。頑丈岩場じゃないことを願います。あ、頑丈だった結構戦ってますよね、中で道具もいっぱい落ちてますけど、他に何か落ちてたりしないのかな。このおじさんたちの奥にありそうな気はしますよね。人がいるってことはなんか隠してあるものがありそうな気もします。歩きながら A ボタンいっぱい押してたんですけど、やっぱり角っことかに多いですね。隠し道具多分私全部拾えてないと思います。悲しい。バンリキー、終わり。山男のおじさんは2人組だと2000いくらかな、確認しましょうかね。3192円、やった。ここありそうですよね。あ、あったあった端っこで A ボタンたくさん押しました。え、どっち行けばよかったんだろう。ここに、こっから来たんですよね。ってことは、わあ、スプレー切れちゃった。もうちょっと今日持ってない。こっち？行ってないところはこっちですよね。これで帰れる？あ、出口来ました。あ、出口。もう怖がったりしないように、ミルもっと強くなりたいな。バイバイ、ありがとね。バイバイ、ミルちゃん。これで終わりなのかな？終わりっぽいですね。で、ちなみになんですけど、ミルちゃんの、と出会ったところの近くに多分隠し通路があるはずなので、次回はね、そちらの隠し通路も行ってみたいと思います。ミルちゃんイベントとりあえず、見つけられてよかったです。他にも多分やってないミニイベントがあるんじゃないかなと思うので、いろいろとね探してみたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!